い、どうも、スティーブン・オジャイス。ブラックです。ということで、今回もセブンイングレバプ2020やっていこうと思うんですが、今回はね、無料で配布されたメッシですよ。こちらね、ちょっと使っていこうかなと思うんですけど、無料でなんと総合値100の選手がゲットできる時代、これがねすごいんですけど、まあ今回もですねフレマはちょっとね省いて、早速オンラインもやってきたんで、まあ、オンライン戦見ていこうかなと思うんですけど、まあその前に能力値ね見ていこうかなと思うんですけど、何が違うかというとですね、今回のメッシはフライパスの数値がプラス5、通常と比べて強化されてて、なるほど、今までメッシって確か10人ぐらい来てるんですよ。あ、その中でも、ね、一番やっぱりフライパス数値が高いっていうのと、あとやっぱり全体的にプラス1からプラス2強化されてるっていうのもあるんですけど、決定力っていうところで見ると完走してるメッシっていうのが、うん、このメッシ除いて3人だけなんですよ。なるほど。瞬発力に関しては12月16日に来てるメッシがね、うん、98あるんですけど、すごい瞬発メッシだよね。ただそれに続いて第2なんですよ。なるほど。だから全体的な能力値で見ると上がりとか、あとバランスの良さって見ると、このメッシも全然習慣のメッシとやり合えるぐらいの能力値してるなっていうのは個人的に思ったんで、いやまあもう何でも強いよねみたいな、まあ何でも強いんですけど感じあるけどね、はい、まあでもやっぱフライパスがねやっぱ伸びてるというところで、フライパスの部分ちょっと見ていきたい。なんかフェルナンサドス3トップだったらしいね。そう、3トップにちょっと変わっちゃってて、ね、とんでもないことになってますよと、そこも残念なんですが、まず最初にですね、まあ、メッシのフライパスの、まあちょ、まあやっぱ4歳1の方がいいんじゃないの、まあフライパスの部分ですよね、まあ、こういうパスなんですよね。プーティー、ね、いや、プーティーが走ってきてるんですけど、まあちょっとねこういうフライパスがせっかく上がったんで、うん、フライパスの部分をより引き出そうかなということで、まあ、この辺を溜めてね、こうネドベトがこう上がってくるところに合わせて、ちょっとね、あ、惜しい。あれね、PSO だとね、スパキャンしてね、ずらすと、前にピタッとトラップできるんだけど、前に行くみたいな。そう、着火地点というかね、あそこがちょっと難しいんですよ。これはドンピシャだよね。ネドベトに出して。ちょっと待って、クソフラパ野郎なってる。そう、こういう感じよ。え？ということで、ね、ここからちょっと2試合ほど、まあ、見ていこうかなと思うんですが、これ監督が変わってて、これはね、バルベーナです。あ、なるほど。1戦目の方のなんか3、おぉ、すごいね、これ。結構面白い。なんか熊手っていうか、そうそう。熊手型ホーム。そう。感じですけど、まあフラパがね強化されてるんで、うん、まあちょっとフライパスの部分に着目して、まあより多く出していければ、何が違うのかっていう、その普通のメッシのフライパスと比べて、具体的にところを見ていければなと思うんですけれども、はい、ここマルディーニカッツして、さあここブライアン・ロブソン、いいよ、ビエラ、でここクライフ、一回集計入れて、メッシ、いや、メッシ、これなんですよね。普通に強い。うん。なんだこいつ。普通に強いね、やっぱり。やっぱ持ち物もいいし、能力も強い。ここ抜けちゃうしね。もうね、体よろけても。ちょっとずらしてシュート打つだけで、でメッシってやっぱ改めて思うのがスキルがやばい。うん、ダブルタッチ確定で、ムルレットとかでダブルタッチ確定でんです、うん、で、ワンバワンシュスルーパス持ってんの。もう最強すぎるだろ。で、なんかさ、結構足元に詰まるじゃん。そう、ドロップ出んの。ドロップ出るからね。根幹持ってるし。ドロッピングすんの。そう、だからもう現代版ほんと最強ですけどね。これおーい、これどう、クソ味噌フラパ野郎やん。まあでもやるでしょ。クソ味噌フラパ野郎になってるやん。フライパスだって上がってる。まあそうだね。メッシね、まあ、この遠い距離のフラパ、やっぱフラパ数値上がってるから出していくっていうのはね、うん、今回配布されたやつだと積極的にやっていきたい。あんまりやるときね、嫌われるんですけど、ね、まあそうなんですけどね。でもまあオンラインじゃ関係ないっしょっていうね。まあオンラインはね、基本的に何でもありですからね。オンラインは本当にもう何でもありのよ。もうバーリトゥードなんですよね。まあ向こう試合とかはね、バーリトゥード、バーリトゥードです。向こう試合とかはダメですけど、そう、それはダメよ。まあ切断もあんまよくないよ、本当に、うん、さあここメッシ、ここのボディコンの高さ、いやいやいや、詰まりすぎだよ、スーパーにいる異様に体の強いおばちゃんみたいな、なんやこのババみたいな。なんか俺がグーグー言ってたよ、このババ体負けしねえなみたいな。それメッシやったみたいな。そういるからね、走ってくるね。相手方上手いっすよね、フィネスのところ。相手方メッシですよ。おお、ここ落ちなかったっすね。なんで、今週も A だっけ確か、うん、なんで、まあ使いますよ、ダメですよね。まあ、強いよ。A か B でしょ、だってこいつすげえんだから。もうね、マジで強い。ここら辺で受けてメッシ。おい、ちょっと待てよ、お前。おい、やりて、やりて放題だな。バリトゥード、バリトゥード、やばいよ、お前、それは。あんまりね、友達、ね、名前変えとけ、お前。激烈フラパ野郎って話しとけ、お前。あ、大会とかではね、そんなやっちゃダメですよ。まあ、オンラインの、これはね、オンラインは基本的には何でもありなんじゃないかと。メッシ走ってきて、ちょっとしょぼいパスが、ここ守備からメッシ奪う、ここ奪って切り味するとさすがにね、右で打たねえ。おーい、このフェイント誰が引っかかるんだって現実では思うかもしれないね。メッシは左でしか打てないから、右に切り返すことはないんだけど、ゲームだとあるね。ゲームだとありますよ、全然。さあクライフ、ロブソン、
これおいお前これ浮かせ必要あったんだお前。いやおいこれがねなんかね時間が生まれるっちゃ生まれるけど、ね、そうなんかこのフライパスってね結構ねあれなんだよね。なんだっけ出てた。ああまあ奥行ったかなんか言われてるよね。なんか固有っていうかなんかなんだっけカーブ数値が高いって出るんだっけ、うん、なんかフライパスの数値が高いと高いそうなんか上にブワーみたいなあれだからねコントロールループだってスキルかなんか思ってるとああいうなんかフラッパが出せるらしいんだけど、うん初めて見たあんなクソ味噌フラパ野郎だな。変えた方がいいね。フィニスもね。ちょっとね。キラリするのいやーもう強いな、ただただ。お前パス弱いって。これは無料でもらえるんでしょ今ならなんと。無料です。今ならなんと無料でゲット。あ、初め時だ。初め時ですよ。相手のね、久保くん。あ、久保くんすごいんですか。1点決めろあー、すごいよ。あ、いいよ。やっぱ、ね、レアル戦も惜しかったな。いやー、削られてレアル戦も惜しかった。惜しかったね。うん。あれは本当に。マジョルカのね、レベルじゃないね。マジョルカのレベルじゃない、ね、もっと上のクラブ行くべき。なんかもう30クラブから関心を寄せられてるみたいな。ああ。まあ将来がとかね。いやもうすごかったもん。楽しみですよね。まあ、本当にね、点とかアシストっていうのはなかなかないんだけど、うん、もうそれでも周りのレベル上がってきゃね、自然と出てくるよみたいな。狙ってくる相手の方。怖いよ。ちょっとね、久保のあの、レアルでね。うん、触発されてるね、これ。右で使ってるということだよね。まあ、夜だから目ビキビキになってると思うけどね。あんまりにも深夜だから。そう。もうだって朝方になってたしさ、終わった後ね。ということで、1戦目は3対0といった感じで、まあ、メッシのね、フライパスの部分と、まあ、得点の部分出たんですけど、なんとこれね、ベンゼマが 7.5 というマウント。おーい、おにぎりちゃん。これ許せないぞということで、今度はサントス。で、相手の方これ多分フランススカットだね。おー、すごい。結構あの、揃ってるよね、しっかりね。うん、しっかり揃ってる。で、FP も入れて、まあ、その引き継ぎもね、そう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 入ってるということで。さあ、見ていきましょう。この子なんか、クラブスカの人や。そう。クラブスカっていうか、まあ、国あ、国スカか国スカっていう感じですかね。さあ、ここメッシュ受けて。そう、こっちはクソ味噌フラパ野郎です、こっちはやめてけよ、お前対するさあ、ここクライム、ロナウド始まる前からすまねえと言っときたい。いやークソ今回入ったこれがあります。さっきズドンだったんだけど、うん、これねうわーとね予想できるかっていうねすごいね、やっぱりまあ決定力の権限みたいなところもあるからね。でね、やっぱフィジカルが確か今回75あるんですよ。ああなるほど。1上がってるから、うん、それ結構でかねえかな、74から75って。これね、おお。すごいなんかずれてずれてずれてみたいになってる。なんかおお。いやまずいよこれ怖いよ。ラモスなんだけどなんか肩が痛む。ああどうした？ああ。トンタだったんだね、これ。まあしょうがない。豚持ち。なるほど。感じですか。まあそれもある。まあしゃあないです。うん。さあ、ということで、1対1ですね、ここ、ベッキャム、クライフ、ロブソン、いいよ、さあ、ここ、メッス、メッス、タメル、危ねまだ来ない、まだ来ない、このフラパスクソ野郎、来てません、いや、来ねえよ、そんなに、まだ投稿してません、勝手に来ねえ、来るか、メッス、うわー、ね、ためてる、うわわー、クライフ、ロナウド、何も、いやー、あー、惜しい、ここもね、あのすごいメッシのねドリブルの細かい部分がね、うん、出てたところなんですけど、やっぱりねなんか瞬発力が第2位なんですよ全体。なるほど。結構ね一瞬早いんだよね使ってて思うのが。無料でこれがゲットできるのは最高よ。メッシ2回目だけど。あー来るぞ。うわーブラパスクソ野郎来ました。なんやねん。来ましたタメでね、ここでこのね、まあこのタメ結構むずいんですけど、このね、人1枚引きつけていますよみたいな、ここにカーソル合わせさせて、ここにフラパスクソ野郎のフラパスが通ったしたっとね。あのアプリだとフライパスって結構外野だ外野だ言われるんだけど、うん、プレスの方だとフライパスってめちゃめちゃ結構高等技術で、うん、やっぱり今こそさ2020でフライパスは通んないし、フライパスより難しくなったね。結構あのアプリってなんでさ外野かって言われると、まあ、これもね、まあ、すごいね、これね集計やと思ったんだけど、ね、打っちゃったんですよ。あのカーソル変わんないじゃん基本的に、まあ、だから走られたら結局カーソル飛ばないからっていうので上通されるとちょっとふざけんなみたいなあるんだけど、プレスって変わるからさ、そこの攻防もあるんですけど、といった感じですね、これ 7.5 の、まあ、メッシこれ今ね無料でゲットできるんで、まあ、これ無料で、まあ、今週は本当にね入れていいかなっていう。いやもう即入れでしょ。だからまあ無料で今からもらえるよってことで、はい、まあ、友達とかね、もし始めてない人とかいるんだったら、そうそうそう、いやメッシね、なんと総合値100のやつが無料でもらえるんだよ。でメッシをもらえるから最初からすごい強いぞって言ってね、その友達をボコしちゃってくださいということでね。そうだね。今後の動画もぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、失礼します。フォー。